とわらっとしたスタート。3番ペーシャラブリーが後ろからになりました。まず周回コースバックストレッチに向かって11番日本ピロカラットが出ていこうとします。リードを体半分周回コースに出て11番日本ピロカラット、しかし10番の名将冠が内から並んできました。2頭で先行していきます。1馬身後方12番サマーゲインが3番手、4番手インコースに2番の原要塞がつけています。差がなく6番のタガノデュード、このうちに1番カルパ中段からです。外に7番のガロンヌが合わせていきました。1馬身後ろ中段よりも少し後方に5番のローマンレイクの追走、内から追い上げてきた3番のペイシャラブリー、坂を登っていきます。後ろから3頭目が9番の名将ソニック、1馬身半後方後ろ2頭4番ソリューション、8番ジェントルレインとなっています。ほぼ1段で内回りの3コーナーのカーブへとかかりました。3、4コーナー中間10番の名将冠が逃げています。リードを1馬身、2番手外11番日本ピロカラット、600を切って4コーナーへ向かいます。3番手外に12番サマーゲイン、4番手以降固まって原要塞タガノデュードガロンヌが外目、依然中段インコースに1番のカルパ、これに5番のローマンレイク並んでいます。4コーナーをカーブして直線コースへと向かいました。逃げる10番の名将冠リードを1馬身取っていますが、内を狙って原要塞が上がってくる。この間2機タガノデュード200を外からは7番のガロンヌも伸びてくる。先頭入れ替わった6番タガノデュードリードを1馬身、追って7番のガロンヌ、2番手3番手は外から9番名将ソニック上がるか、先頭タガノデュードゴールイン。